新しい単純性は、1970年代後半から1980年代前半にかけて、ドイツの若い世代の作曲家の間で見られた現代、音楽の傾向で、1950年代、1960年代のヨーロッパのアバンギャルドだけでなく、20世紀初頭に見られた客観性を求める広範な傾向にも反発していた。この動きを表す言葉としては、 包括的な作曲、新しい主観性、新しい内向性、新しいロマン主義、新しい感能性、新しい表現性、新古典主義、新調性主義などがある。1970年代末、アリベルト・ライマンは、このドイツのムーブメントを初めて認識し、それまでグループとしては関係のなかった、ハンス・ユルゲン・フォン・ボーゼ、ハンス・クリスティアン・フォン・ダベルセン。 デトレフ・ミュラー・シーメンス、ボルフガングリーム、ボルフガング・フォン・シュバイニッツ、ウルリヒ・シュトランツ、マンフレッド・トロヤーンの7人の作曲家の名前を挙げ、それぞれが全く個人的な方法で同じような立場になったとしている。これらの作曲家は一般的に創造的な衝動と音楽的な結果との間の即時性を追求し、聴衆とのコミュニケーションをより容易にすることを 意図していたのである。これは19世紀の調整言語への回帰を意味する場合もあれば、前衛芸術がほとんど避けてきた伝統的な形式や楽器の組み合わせの回帰を意味する場合もある。この運動に最も深く関わった作曲家のうち、ドイツ国外で大きな評価を得た人物にボルフガングリームが挙げられる。少なくとも7人のうち3人の作曲家が、 新しい単純性を表向きには反発していた、ダルムシュタットの前衛作曲家の一人、カール・ハインツ・シュトックハウゼンが、1966年から1975年にかけて、ティアクライスで頂点に達するような急激なスタイルの単純化を行い、彼らの立場を先取りしていたと論じている。また、構成主義的な関心事を否定するのではなく、 それを発展させたものという見方をする作家もいる。1988から1990年に新しい複雑性をニューパースペクティブ・オブ・ニュー・ミュージックの中でリチャード・トゥープが参照し、コントリー・チャンプスの中でフィリッペ・アルベダーが参照すると、ムーブメントとしては体調師若手作曲家は次々と新しい複雑性に乗り換えた。 単純なテクスチュアという側面だけは、ドイツの国内では生き残った。モーリッツ・エッゲルトのナンバーナインスリーミレニアムダンスに、新しい単純性の痕跡はわずかに残り、現在は、新コンセプチュアル学派を率いるヨハネス・クライドラーの、チャーツミュージックにその片鱗が残っている。ドイツなどで活躍している、作曲家の中には、上述の七人とは別に、 新しい単純性という言葉が使われることもある、かなり個性的なグループがある。これらの作曲家は、ケルン学派に関連しており、バルター・ツイン・マーマン、ラディスラフ・クプコビッチ、ペーター・エトベシュ、ダニエル・コルゼンパ、ジョン・マクガイヤー、メシアス・スマイグアシュカ、クラレンス・バーローなどのほかクリストファー・フォックス、ジェラルド・バリー、 ギャビン・ブライアーズ、ケビン・ボランズなどの他国の作曲家も含まれている。これらの作曲家の多くは、非常にまばらで簡素な音楽素材を用いて、より複雑な音楽プロセスを適用する傾向がある。アメリカでは、サミュエル・バーバー、ミゲル・デル・アギラ、アストル・ピア・ソラなどの作曲家が、実験としての音楽の概念に挑戦した。デンマークでは、ドイツよりも15年ほど早く、 ハンス・エブラハムセン、ヘニング・クリス・チャンセン、ペレ・グドマンセン・ホルム・グリーンらが、デニエヌ・ワインキャルドと呼ばれるグループが登場した。これは、ダルムシュタット派の複雑な音楽に対する、デンマーク特有の反応と考えられているが、これらの作曲家は、作曲家の態度や感情から解放するために、最も単純で人間味のない音楽素材を使用する、ことで、 客観性を減らすのではなく増やすことを目指している点で、後のドイツのグループとは異なる。エブラハム戦の10プレリューズフォーストリングカルテットの最終曲が彼なりの単純性への反応として最も理解しやすいだろう。この最終曲は1973年に波長長のアレグロで書かれている。また、この用語はヘンリク・グレツキ、アルボペルト、ジョン・タブナーなど、 関連しながらも異なるグループの作曲家と基本的に同義に使われている。ポール・グリフィスは単純なという形容詞にまで還元し、ハインツ・ホリガーやサルバトーレ・シャリーノまで含めている。ありがとうございます。